こんにちは、f b o t v です。多分これは本当、多分といつですと、うん、?8 月17日までに、そうやって出ているんです,ですが、ですが、また、o c N モバイルが景気安、セール、出しています。ちょっと、んとま、あ出ているんですね。目ま、あ目玉商品からいきたいと思います。目玉商品、おっぽ、えー、 A52020 とアローズ M05 がなんと一括1円です。あと次です。Motorola G8 が700円。Motorola G7 Plus が1200円。ZenFone Max M2 ラムが4ギガ、ロ,ロムが64ギガがなんと14000円。 モトローラ G8、えっと、パワーがなんと3300円。アクコーセンス 3SHM1281000 円。お新入荷です。新入荷でいきます。新入荷 TCL10 ライトがなんと5100円。大人気ミーノート10ライト入荷なんと 一万二千三百円。今大人気のスマホ、シャオミ、レドミーノート 9S がなんと、うーんと、一万七千円引きかな、一万七千円ちょっと引きの、七万、七千二百円です。ま、すごいかなと思います。 今回、他社からの乗り換えで5000円オフ。対象オプション同時加入で300円オフ。両方対象の機種は最大8000 800 800, 円オフです。です。まあ、これ、他社からの乗り換えなんですね。一番の問題は。iPhone SE も一応追っています。まあ、第一世代ギャ、じゃ ギャラクシー A20 もっと、あと、HTCU11 も1円。んで、まあい、一応ライン、ラインナップがあるんですが、一番の欠点が他社からの乗り換えです。そうです。TCL10 ライトが、あ、これで来るか。もう安いよな、って感じです。 本当にいい端末ですよ。えっと iPhone 11が49000円。まあ、そこら辺がまあまあまあ僕、iPhone 系はちょっとまあ、結構紹介しない派なので、このチャンネルでは。なので、ですが、いいんですよ。これいいんですが、2台に、2台持ちしたい方には、OCN のこういう、ね、乗り換えの時はちょっとおすすめしないです。 本当に MNP プラス対象で、まあ、なんですが、どうせこういう、どうせこんな安いのにしない、本当にしないのかっていうのは、うん、うん。僕、今、楽天のドコモ改善使っているのですね。教えぬって、そういうのであるので、ちょっとなって感じで。と使い切っても、1、 1MBP, BPSM, どう、どっちかそれだそれが使えないっていうのが、ちょっと欠点かな。って思います。1MBPM で僕、基本的には配信もそれでできてるので、やっぱり 1M は僕欲しい派なんですねな。なので、やっぱりね、ちょっとね、ん って感じです本当にどこもどこも回線なんですが、えっと、本当にんだかやっぱりなやだなやっぱり 1M がないとちょっとよどのって思いますやっぱり 1M ないとって感じなんですね ここにあるね、OCN、モバイル OCN はドコモ回線速度1ですね。だからこれ使い切った後が書いていないんですね。使い切った後書いていないんですよ。ですが、本当にそういう、は、 配信もそうしない方にはこのスマホ、この、これはおすすめ、この、この数量。まあ、初回手数,数量3000円かかるんですが、まあ、まあ、いいかなって思います。1MBPS は、ちょっと出ないんですが、多分ん、300、 警備は出るんでいいと思いますがーがーってったね。ねまあドコモで,で使ってる方は,はこのドコモで買い上げ、えっと契約してるんだけどどこもは高すぎるって方にはこの,こ,のこれはおすすめなんですが。 本当にな、なんて言うんかな、もう、う、え、ん、っと、やっぱり、その電話番号をも持ってこないとなのでちょ、ちょっと手続きが必要なんで、ちょっと、うん、やっぱりね、って感じですし、やっぱりん今まで三大キャリア使っている方は、やっぱり、サポートがきちんとしてるから、なん、なんですね。 サポートがきちんとしているから、こういう三大キャリアだったと思うんですよね。なので、やっぱり三大キャリアが一番いい、いい、いいんですよ。三大キャリアが。なんですが、やっぱり三大キャリアのと特権は、 サポートがきちんとしてて、何か分かられんければ、ショップに行けば基本的に対応してくれます。こういう隠しむ、OCM モバイル、ビッグロブとかは、あとと、楽天と、うんと、あとも、Y モバイル、UQ モバイルを除き、ビッグロブ、OCN モバイルとか、そこら辺を、そこら辺ってなってくるきますと、やっぱ やっぱりサポートが結構店頭ではできないんですね。Lime m o b i とか IIJMU とか、これがきちんとできないので、やっぱりそういう観点はやっぱりダメかなと思います。な、なのでやっぱりこういうのはき,きちんと見て、やっぱりこれでも大丈夫かなってサ、サポートを まあと、店頭じゃなくて大丈夫と、電話でも大丈夫な方には、この、この会社をお勧めいたします。まあ、じっくり考えて、ま、ご、ご検討してみてはいかがでしょうか。ではで、では、では、今回このもので、本日もご視聴誠にありがとうございましたな。チャンネル登録とグッドボタンを、を、応してくれてありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。 真的。